マシンゴ州は、ジンバブエの州。国土の南東部に位置し、東をマニカランド州、北をミッドランズ州、西を南マタベレランド州、南をモザンビークと接する。1980年までは、ビクトリア州と呼ばれていた。1890年、この地方に最初の大規模な白人植民団がやってきた。植民団は、ォートビクトリアの町を建設し、 大規模な農園を建設していった。それまでこの地方に住んでいたのは、カランガ人、マニカ人、ゼルル人などといった、諸ナ人のサブグループに属する諸民族で、その後も人口的には圧倒的多数を維持し続けた。白人大農園は21世紀初頭までは多かったが、その後はロバートムガベ政権の政策によって、黒人自営農に占拠されつつある。マシンゴ州は、 マシンゴ、靴、ビキタ、チビ、ザカ、チレジ、ムエネジの7地方からなる。住民は、ショナ人が多数を占め、中でも、ショナ人系のカランガ人が多い。南部のチレジ地方には、ンゴニ人系のンデベレ人やシャンガーン人も住んでいる。州最大の都市は、州都のマシンゴで、他にズビシャバネやトライアングル、チレジなどの都市がある。気候は乾燥しており、 農業にはやや不向きであるが、牧畜は盛んに行われており、また灌漑用のダムが作られざ、陶器日などの栽培が行われている。州内には、サベ川、ルンゲ川、ムーエネジ川、リンポポ川などの川が流れており、すべてインド洋へと注ぐ。A1 高速道路が、シュートマシンゴと南アフリカとの国境都市である、ベートブリッジと結んでいる。政治的には、 マシンゴ州はロバート・ムガベ大統領の与党 ZANU-PF の画像であり、2005年の選挙では、終選出の14議席をすべて ZANU-PF が独占した。州とマシンゴのほど近くには、国名の由来となったグレート・ジンバブエ遺跡があり、訪れる観光客も多い。観光は農業に次いで、州第二の産業となっている。ありがとうございます。